Guilty Gear Exile. Who dares to enter the mayhem?というわけで、ハーケンソルが先に出てきますね。そしてサンマジョニー、ハーケンソルに対してサンマジョニーになりますね。暑いね。うん、暑いわ。てかチーム構成自体暑いし。どうするか。やっぱりね、この二人の牽制と攻め込むポイントだよね。これ見どころになると思います。お、ちょにょ、もうちょっと OK。 すごいよね、この中距離から近距離のね、攻め方が面白い。下段ヒット OK だね。ダンフレア当たらず。足払いコイン NS 上段コインからミストファイナー、マイクへダウンウェイチ、ダンフレガードから、おーすげー、リボルバーという選択肢。はい、ハイエスボルカーからのネスコインステップタッチパン、はい、ダンフレキキャンからリバイトキキャン、うんと、そうですね、しゃがみぐらいなんで、さあ、まだ終わったんだ。終わった。はい。ね。バースト警戒しての前ハイだったんですけども、バーストを打って、エンエス間に合ったと。足払いからボルカー。カウンター確認してますね。ダッシュブリック、投げでしょうか。投げミスですね、多分。この中距離のね、差し合いがすげえ。なんか熱い。さあ攻め込んで、サフミール、シンエス、マエパン。差し込んだのはジョニー。あれスバイト赤から前ハイ当たらず。ちょっとズレかけてますね、これ。ハフニール、グリーンが当たらず、足払い、コイン、円安、2杯、ジャンハイ、まあ、キャンからマイケ、ハーケン君の攻め方に注目、どうする、ボールか、円安、下段と、はい。マイハイ打ったら多分ね、下段ミスト当たんなかったんで、そのまま直でっていう話ですね。はい、ジオンのA、リバウンドA、手伝うのを買います。あ、手伝ってくれたから飲み物おごるわ。なんか飲んできな、うん、手伝ってくれたから助かったな。誰だ？あ、中坊神。あれ ?17 番。これはですね、中坊神の大好きなヤクルトスワローズの先発、川崎健次郎の背番号なんですね。知ってました？ 18 番になると、なんと藤井集合になるぞ。さあ、あはは、と飛んでた。あーと自ら殴られに行ってしまった形。
いや、ヤクルトが好きなのはね、大体そこら辺が来る。おっと、飛んでったか、タイミング合わず。さあ、川崎の得意な球種はやはりシュートボールですね。あー、やばい、画面端、エンゲス、ニハイスラ、ミストファイナー、ジャンディ、ジャンディ、ズバイハンダー、画面端。デッドングル、返していきます。さあ、ここでドリキャンシュートですね。非常に切れ味鋭い。マイピーは発生が間に合いません。マイケー SKS ハイスラ D が当たらない。いドリル、さあマインドル、おっと、ここは画面押し、追い込んでいく。早いぞ、中央身のドリキャン、画面押し。さあインコースですね。あー、ここでまさかまさかの危険球ではありましたが、しっかり拾ってきました。一本選手禁止ファースト、エースナンバーを奪いに行きたい。あ、これやばいですね、死ぬパターンですわ。これやばいですね。さあ、これファーストね、やられるヘンド大きいんでちょっと逃げかけないと難しかったり、スルー難しい。タスアタック、さあ野球少年の心です。あー、投げられて画面なし、まずい。あー、ジャンディ、ハイスラー D、レベル3なのにたくさん入るぞ。 S、D、D、ミストファイナーからコイン、コインから足払い、シューズ呼びするぞ。あーっと、さあ、これは、あー、J、 ブルノだ。通称ミストファイナーレベル3中段は非常にあの受け身表示時間が長いですね。壁張り付け時間長いです。レベル3はまあね、エリアルの締めぐらいとかになってしまうんですけども、それでもあの地上のミストファイナーレベル3とは、まあ、性能がかなり違いますね。うん、超長い。なかなかコンボに組み込めないということもあってでしょうかね。さあ、ここでなんとか追い返していきたい。ファーストはね、2P がすごい強いんですよね。今回この2ハイスラがね、あるのでファーストね、結構めんどくさいでしょうね。リターンが違います。さあ、コインがないのでここでコンボ火力が相当してしまっていますが、ここはバックステップを捉えて残り取るドット。さあ、エースナンバーは手に入らず、勝ったのはサンバジョニー。理想系誰が出るんですか。カリンチさんです。あー、東京ラ戦です。東京ラ戦やっぱ ACPR とかまでなんか切りはめで、なんかこのゲームやべえなとか思ったんですけど、イグザイドになったらもっとやばくなりましたからね。いいところ、S ハイスラー D がすごい入りやすいんで、コンボダメージ稼ぎつつかすれるみたいな。本当にミストファイナーがね、中段今まで PR でダウンだったんでやべえなと思ってますけど、今回はね、ダウン取れないことに本当安心します。カウンターヒットしたらされちゃうけどね。さあ、まずい D、 D、 ここで死ぬ。もうあれ食らったら死にますからね。 K、S、K、S、ハイスラー D が入っちゃうんですね。いいですね、ダメージも取りつつ。ツバイハンダー、ツバイハンダーの娘かなり強力です。いろいろなリバーサルをね、ヒールキャンセルの支援中に確認とかもできますからね。ハセファイナーは最初からホルト貼っとかないとダメですけど、エンゲス、前、ハイから繋がって戻ってくる。エンゲス、ミスト、カリンさんが前ハイスラー、一本選手はカリン中央に。まあ俺はもう AC の時代からジョニーに固められるとジョニー最強だなと思ってたんで、こうやってキャラパンをついたジョニーに固められると多分恐怖で足が震えるしまうかもしれませんね。さあ、さんまさんですが、ツイッターによると最近はドドリアさんに助けを求めていたという情報が入っておりますが、これはドドリアさんが弱いハハ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 
けてくださいとか面白いですよね。行きなさいとかじゃなくて最近ちょっとマイク音、環境音拾うようにしてますね。環境音ってわけじゃないね。まあそんなわけでね、ドラゴンボール最近やってるよ。さあ出てくるのはジュンさんですね。昔の TRF ミカドはね、マイクちょっと大きめにしてたんですね。さあと、ここで3対1の形でカリン、あ、危ない、死んでしまう。うわーと、リードルフ、シークレットガーデン。さあカリンさん自身もね、もともとジョニーじゃねえや、ミディア使ってましたからね。負けた、いやしょうがねえ、よう頑張った。というわけでヒーノさんのチームが決勝進出、おめでとうございます。ちゃんと対戦相手の腕潰しとくんだぞ今度から。お疲れ様です、ありがとうございました。シャカさんとミディアさんは、いやけど俺の生きてる時代にジョニーがこうやってヒールになるってのは思わなかったね。よかったよかった。さあしかしトライで、ああ心臓見せるぜ、上かなですよね。 KS ハイスラー D、 心臓心臓カイさん、コインたくさん余ったぞ。なんて速さの暴れだ、やめやすい。ああ死んじゃう、ああかすってダメ、もう一、ああもう一枚残ってます。最初ランド、さあ助け前、はい、クリッチャーショー KPP から、もう横の、ね、プレッシャーもやばいですけど、この上からの抑え込みもうまいですよね、カニさんね。あー元気玉が下へ、うそいな、ガメ出し、スライハンダー飛んでいるが、ゲージが崩れてしまう、まずいまずいまずい。捜査員確かに拾ってく、さあチャンスチャンスチャンス、このまませばチャンス、あーそれが俺のな、ジョンです。取ったのはカリンジョニー。今回もまたジュンさんに代わって自己紹介入りましたが、それがお前の名だっていう。ナオっぽく言うと、ウネの名だ。いやカリンさんに勝つには超清水を飲みたいですね。まず超清水だとちょっと俺耐えられる気がしないんで、今ちょうどドラゴンボール見てまして、超清水のところなんですよね。無天老師が300年ぐらい前にね、3年かかって取った調整水、3日で取った悟空というものでした。セットソード、おお聖人の次ってなんだっけ、王者王者、やばいぞ、暴君が王者を生み出してしまうのか。あやばい、あちょっとプレッシャーかかってますね、これステップ完成が乗っておりません。さあ銀河星王者になりたい、なるしかねえ、成人から王者、そして暴君になりたい、なんかどん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 人の道を外れてる気がしますが、それでもなりたいものはなりたいんです。さあレバースロスのダメージを奪っている、ピョーンと抜け金魚に入ったら、さあ相手の台を上げるというのは非常にねプレッシャーかかりますから、なんとかしかしたいが、飛んできたのを拾えて、今こそ戻ってきて、さあボタンを押している、亀梨、あー芝居まず一本選手、リオン回、上ってなんだよ、笑せんじゃねえよお前と、なりでお前ガメラシー、レベルさ、よまずはグッドガッツポーズ、流れを変えて死んじゃった。さあそう簡単にはさせません。今のラウンドはなかったことになりません。最終ラウンドです。
あグレイドセバー勝負をかけていったが安定の選択肢コインに潰されて、あっ補正が切れてしまう。ここはマスター当ててさあ、あー立ってしまった。焦りからかレベル3状態終わってない。わーうわー柱ディーうわーからの王様王様やチャンス。うわーバックうわーここは王者の前でございましたが、最後は前ハイスラヒットをカリンチジョニーが止めています。アイマン見つめる中リオさん敗れてしまいました。アイマンがいつ俺のアインスペシャル回使うんだろうみたいなね感じで見てたかもしれない。はい、では決勝戦ですかね、キーシャファーストハーケンソルカリンチジョニーチーム対お待たせいたしました A 番台でフィーノメノマ長谷川井のシャロンジャムチームです。